皆さん、お疲れ様です。IT サービスセンターシステム室の小笹と言います。よろしくお願いします。まず冒頭で IT サービスセンターとはどういった組織なのかっていったところについて簡単に説明させていただきます。まず、LINE では LINE メッセンジャーとか、あと LINE の漫画、ミュージック、ライブといったサービスに加えて、フィンテックのサービスとかも提供しているんですけど、IT サービスセンターでは、LINE に関わるすべてのサービスに対してインフラサービスを提供しております。なので、ここに乗っかっているアイコン、いろいろあると思うんですけど、すべてのサービスに対して、我々は関わっていると思っていただいて大丈夫です。で、これは他の部署との関わり合いっていう視点の図なんですけど、我々の LINE のインフラエンジニアっていうのは、LINE の開発者、メッセージング、ファミリーアップ、他にも広告のプラットフォームとかいろいろあると思うんですけど、そういった人たちに対して LINE のインフラを提供するっていったところをやっています。で、LINE の開発者が、開発したものに対して、LINE のユーザーだったりとか、LINE のビジネスで関係ある人たちが使っていただくっていうところがありますので、迅速にインフラサービスを提供する。それも安定したものをっていうところをやっていくのがとても重要になってきます。で、IT サービスセンターのミッションとしてはこの3つがあって、インフラサービスを通じてビジネス課題を根本レベルで解決すること。LINE の開発者、我々はよくライナーって呼んでるんですけど、ライナーが仕事に専念できる環境を提供して、インフラサービスの業務の最適化っていうところを目指しています。あと、安定的で信頼性のあるインフラサービス。これを提供して、LINE のユーザーと LINE のサービスの距離を縮めるっていったところがミッションになっています。2021年現在の LINE のインフラの規模感としては、物理サーバーでいうと5万6千台以上、仮想サーバーでいうと8万5千台以上、ユーザートラフィックでいうと 3TBps 以上となっています。で、こちらの図に関しては、LINE のインフラエンジニアがどういったものを、技術スコープとしているかといったものを説明している図となります。スタックで言うと、データセンターの提供からネットワーク、ハードウェア、サーバー、ハードウェア、で、インフラストラクチャープラットフォームっていう、土台となる部分があって、さらにその上に VM、ベアメタル、OS っていったものがありますけど、我々はこの OS の層までを提供していて、で、これに加えてデータベースだったりとかストレージの提供っていったところもやっています。で、この中で担当している領域によっていくつかの部署に分かれていて、これからシステム、ネットワーク、データベース、プライベートクラウドの4つの部署のマネージャーが組織の説明をしていきます。で、私はシステムのマネージャーなのでシステムの紹介をさせていただきます。で、システム室の技術スコープとしましては、サーバー、ハードウェアと VM、ベアメタル、OS っていったところの部分を担当しております。で、これに加えて、ストレージも一部ありますので、こちらについても提供しています。で、システムの中でも、チームが3つほどありまして、それぞれ仕事内容がまた、細分化されています。具体的に言ってきますと、エンジニアリングチームとソリューションチームとデベロップメントチームの3つのチームがあります。で、エンジニアリングチームの中では OS の管理、あとサーバー、ハードウェアの管理っていったところをやっています。で、ソリューションチームはソリューションアーキテクトっていう形で、先ほど、各サービスと関わり合いますよっていう話をしたと思うんですけど、フィンテック向けのインフラ環境構築だったりとか、あと、各サービスで例えば使用率の低いサーバーを使ってたりしたら、そこの可視化だったりとか、回収を促すといったところをやっていたり、あと、新規サービスのインフラのコンサルティングっていったところもソリューションチームがやってますね。で、最後にデベロップメントチームですけど、こちらでは開発を通して、インフラの構成だったりとか、そういったものの効率化とか、あと運用の自動化っていったところを担当しています。で、それぞれのチームっていうよりは、部署との関わり合いにはなるんですけど、システムの部署は、ネットワーク、プライベートクラウド、データベースのそれぞれの部署と、適宜、連携をしています。
まあ、例えばネットワークとかで言いますと、データセンターの中にサーバーを置きたいって言ったところで、まあ、データセンター、どれぐらいサーバーを置けるんですかとか、あと、どういったネットワークを使用できるんですかって言ったところで、連携をしないといけないですね。あと、プライベートクラウドとかで言えば、まあ、この中にもサーバーを置かないといけませんので、まあ、そのサーバーの調達であったりとか、OS の設定とかで、相談をしつつ、連携しています。あと、データベースに関しても、まあ、結構、まあ、それに最適なスペックのサーバーをくださいっていう話であったりとか、あとデータベース室も、結構大量のサーバーを抱えていますので、まあ、各サーバー一個一個に対してではなくて、もうちょっと全体を通して、コンサルティングができないかっていうところで相談をしていたりとかしています。で、システム室で使っている部分の技術スタックとかで言うと、もちろんサーバー、ハードウェアの知識も必要になってきますけど、中では言語として Python だったりとか、あと、まあ、その自動化を通して行っている部分で言うと、まあ、MySQL とか Node.js とかも使っていたりはします。あとは、まあ、このあたりに書いてあるものは大体開発を通して、どういう、まあ、言語を使っていくかっていったところをまとめている部分にはなりますので、まあ、実際この技術を極めた人だけではなくて、もちろんサーバーの OS の設定だったりとか、そういったものが詳しい人がたくさんいると思っていただいていいです。と、システム室としての現在の課題としては、まあ、今サーバー台数がどんどん増えていっているので、まあ、サーバー台数が増えればコストが肥大化してきますし、オペレーションの数も増えてくるっていったところが問題となっていて、まあ、これの問題に対してコストの削減、まあ、購入のコストもそうですし、オペレーションのコスト。あと、まあ、管理しているソフトウェアってところも、割と、まあ、ガタが来ているという言い方をするとあれなんですけど、まあ、回収していかないといけませんので、そこをやっていたりとか。あと、まあ、サーバーハードウェアも年々新しいものが出てきますので、そういったものの検証。あと、そうですね。まあ、この後に説明はあるんですけど、まあ、インフラプラットフォームが提供している、ベルダっていうものにどんどん乗せていきましょうっていったものの促進だったりとか、あと古いサーバーをリプレイするサポート、あと最近ですとガバナンスの遜種っていったところが、課題としてあります。で、システム室としては、だいたい説明が以上となります。この後はネットワーク室の鈴木さんの方にバトンタッチします。鈴木さん、お願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。これ映ってますかね？大丈夫ですかね？はい、それでは、私はネットワーク室のサービスネットワークチームでマネージャーをしている鈴木と申します。よろしくお願いします。私からはネットワーク室の組織およびサービスネットワークチームについて紹介したいと思います。よいしょ。まず技術スコープです。先ほど少し紹介がありましたが、ネットワーク室ではハードウェアのネットワーク機器とデータセンターのファシリティが技術スコープになっています。ここでは、表現しきれていませんが、システムやツールの開発に関する業務もあります。続いて、ネットワーク室の各チームの役割について説明していきます。ネットワーク室は4つのチームで構成されています。私が所属しているサービスネットワークチームでは、商用サービス向けのネットワークの企画、設計、構築を担当しています。エンタープライズネットワークチームでは、国内外のオフィスネットワークの企画、設計、構築を担当しています。そして、ネットワークオペレーションチームでは、サービスネットワーク、オフィスネットワーク両方のネットワークインフラの維持、運用や業務自動化、効率化業務を担当しております。最後にデータセンターチームですが、データセンターの選定であったり、構築、運用業務を担当しております。で、本日はですね、新卒のメンバーを募集しているサービスネットワークチームについて、この後説明していきます。サービスネットワークチームのミッション、仕事内容、体制についてです。チームのミッションですが、LINE の既存サービスの拡大や、新規サービスローンチのためにアプリケーション開発者に安定したネットワークインフラをタイムリーに提供することとなっております。
このインフラを提供するために ITSC 内の他チームとも連携をしておりまして、特に関連度が高いチームはこちらに記載しているチームとなっております。システム室、先ほど説明型システム室であったり、ベルダ氏とよく向けを取っています。続いて思った仕事に関する紹介です。この後話があると思いますが、LINE ではベルダと呼んでいるプライベートクラウドを構築しております。そのベルダ向けの IP クロスネットワークの設計構築を担当しております。また、インターネットへの接続であったりとか、インターネットトラフィックコントロールに関する業にも対応しておりまして、デイリーのトラフィックのピーク値は約800ギガ、で、CDN に関しては 2.2TBps のトラフィックを毎日入っております。またちょっと右下に図があるんですけども、で、LINE では複数のデータセンターにサーバーファームを構築しています。そのため、データセンター間をまたぐサーバー間通信が発生するためにデータセンター間を結ぶ MPLS ネットワークの設計構築をしております。また、基本的には我々今申し上げたベルダという自社クラウドを利用していますが、特殊な要件でどうしてもパブリッククラウドが必要なケースがあり、AWS や Azure を利用したインフラ提供にも関わっています。最後にですが、ネットワーク構築を効率よく進めるためにネットワークの設計構築ツールの開発も行っています。ちょっとあ少しアピールポイントとしては、通信キャリアであれば複数のチームで実施しているような業務を1チームで担当しているため、さまざまな領域のネットワークに携わることができます。で、続いてメンバーに関してなんですけども、現在11人のメンバーで業務を実施しています。2022年ですね、来年の4月に新卒社員が2名入社予定ということと、去年と今年にも1名ずつ新卒社員が入社しているので、皆さんと近い年代のメンバーも在籍しております。続いて利用している機器や技術に関する紹介です。利用している機器のメーカーはとても一般的でして、ルータースイッチはシスコ、ジュニパー、アリスタ、メラノックスを使っています。ロードバランサーに関してはシトリックスをメインに使用しております。利用技術ですが、データセンター間の MPLS ネットワークでは OSPF、IBGP、EBGP や MPLS、セグメントルーティング、EOMPLS などを使用しておりまして、現在 SR 定義を導入すべく検証を進めています。また、データセンター内のネットワークでは、RFC45549 の EBGP であったりとか OSPF、そしてマルチシャーシラグなどの技術を使用しております。最後に一つ大きい進行中のマルチ AZ 構築プロジェクトを紹介します。このプロジェクトの目的ですが、サーバールームの電源障害や集約ネットワーク機器の多重故障が発生した場合でも重要なアプリケーションが止まらないように、お互いに故障、不具合の影響を受けないインフラグループ、アベイラビティゾーンを3つ構築を進めています。完全に1つのデータセンターが丸ごと落ちるような障害は今まで経験したことはありませんが、LINE は日本含め複数の国でインフラのようにご利用いただいているため、サービスを食べないことを目指してこのようなプロジェクトを進めています。続いて構成の概要です。東京のリージョン、東京近郊のエリアに3つのデータセンターにサーバーファームをそれぞれ構築しています。データセンターごとに電源や集約ネットワーク機器が分かれているため、同時に落ちることはありません。そのため、それぞれをアベイラブル AZ と呼んでおります。この AZ 間及び AZ とネットワークポップ間をフルメッシュで接続することで、AZ やネットワークポップが丸ごと落ちた場合でもサービスを継続することができます。プライベートクラウドを運用している会社は日本の中で数社ありますが、このマルチ AZ を採用していくのは多分日本では LINE が初だと思います。またこの図だけ、大まかな図を書いてるんですけど、この図だけを見ると非常にシンプルなのですが、巨大なネットワークが既に存在する中で、このような構成に移行することは簡単ではなくて、設計フェーズで非常に多くの時間を費やしました。現在は実際にデータセンターの構築やネットワークの構成変更を進めています。はい、サービスネットワークチームの紹介でした。サービスネットワークチームでは、いろいろなネットワークを扱っているため、多くの経験を積めることが約束できます。ご興味がある方は、ぜひ応募よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
鈴木さん、ありがとうございました。はい。それでは次にデータベースに関して北川さんお願いします。はい。はい。では、データベース室の紹介をしたいと思います。私はデータベース室 MySQL1 チームの北川といいます。よろしくお願いします。はい。データベース室ですが、IT サービスセンターの下にあります。先ほど説明があったシステム室やネットワーク室と同じ配下にデータベース室があります。はい、でデータベース室の下には、まあ、各プロダクトごとにチームが分かれています。MySQL チーム、MongoDB チーム、HBase チーム、Oracle チーム、Redis チームとなっています。で、MySQL は1と2チームがありますが、まあ、1チームは主に日本向けのサービスの MySQL を管理していて、2チームはグローバルサービスの MySQL の管理を行っています。はい、でサポートしている DBMS としては、まあ、先ほどチームになっているものと、それ以外としては、マイクロソフトの SQL サーバーと、あとは、あまりメジャーではないんですけれども、まあ、Kubelet といったオープンソースのデータベースも管理しています。はい、でデータベース室は、現在30名ほど在籍しています。それでサービスを横断してデータベースの管理運用をしているので、LINE 内のほとんどのサービスのデータベースはデータベース室で運用管理しています。で業務内容としては、主にコンサルティング業務や DBA 業務、これは後ほど説明しますと、あと運用ツール開発業務、これはまあ、上2つコンサルティング業務と DBA 業務を、自動化するための開発というものを行っています。主に開発言語としては、一番使われているのは Go ですね。であとは Python、PHP といった言語も使っています。あと、新ソリューションのリサーチや導入検証も行っています。最近ですと、TiDB など検証を開始していこうと思っています。で先ほどお話ししたようにコンサルティング業務と DBA 業務、どういったことをしているのかというと、コンサルティング業務は、テーブル設計のレビューですね。サービスをリリースする前に、まあ、サービスの開発者からテーブル設計をもらってレビューをしたり、でその中でクエリレビューも行ったりします。あとマイグレーションをヘルプしたり、パラメーターのレビューであったり、あとサービスのそのイベントや、まあ、リリースするタイミングとか、そういった時間帯で、まあ、リアルタイムでモニタリングすることも行います。はい、で DBA 業務としては、まあ、主に、裏側の作業といいますか、データベースの構築であったり、まあ、HA の管理、スキーマ ACL 管理、あとバックアップ、リカバリー、トラブルシューティング、まあ、バージョンアップ、モニタリングシステムの構築などを行っています。はい、でチーム間競合ということで、まあ、データベース室が主に関わる部分というのはサービス開発者、ここが一番やり取りが多いですね。まあ、ここにはコンサルティング業務を提供したり、まあ、DBA 業務としてツールを提供したりなどを行っています。と今日、話していますシステムチームやベルダーやネットワーク室といったところにはいろいろ開発、支援を依頼してますね。サーバーが壊れたりしたら、まあ、システムチームに依頼したり、ネットワーク周りでちょっと不具合があれば、ネットワークどうなってますかって聞いたりとか、まあ、そういった支援は依頼しています。はい、で私は MySQL チームなので、LINE における MySQL の環境について、簡単に紹介したいと思います。インスタンス数でいうと、年間1000台規模で増えていって、現在2021年だと5500台近くの MySQL が動いています。なので大規模な MySQL 環境っていうのは LINE では経験できると思います。バージョンにおいては 5.6 と 5.7 と 8.0 が今我々の管理している MySQL では動いています。はい、で今後の展望として我々 MySQL1 チームでの目標について紹介したいと思います。
まずオートマティックオペレーションということで、運用の自動化ですね。ツールなどを全て開発して手作業でしていた運用というのを全て自動化しようという考えがあります。あと MySQL アップグレード、先ほど説明した通り MySQL の 5.6 がまだ残っているので、これらをアップグレードしていくというものを考えています。あとベルダーセルフマネージメントなんですけれども、先ほど説明した DBA 業務やコンサルティング業務っていうのは、DBA が対応しなくてはいけないので、こういったものをツールに落として開発者自身で実施してもらえるように運用を開発者に任せる、そういった意味でセルフマネージメントというものも、今動いています。はい、データベース室から以上になります。北川さん、ありがとうございました。最後にクラウドプラットフォームに関して市原さん、お願いいたします。はい、では私、市原博文と言います。私は、ベルダ、クラウドプラットフォームの、チームで言えば、その中でネットワーク開発チームというチームがあって、そこのマネージャーをしていて、今日はそのベルダ全体の話を、皆さんにご紹介します。はい、で、ベルダっていうのは何なんですかっていうところで、もうすでに、先んじて、いろいろ話がありましたけど、その LINE の持っている、プライベートクラウドプラットフォームになりますと。そういう意味では LINE っていうのは、他の他社とは違って、パブリッククラウドを使っていなくてですね、ほとんどの、サービスは、LINE の、データセンターのインフラを使っていて、その中でも、我々そのベルダと我々が呼んでいるプライベートクラウドプラットフォームを使っていただいていますと。で、ここの規模感なんですけど、現在そのバーチャルマシンで言えば、74,000台で、ベルダの中でそのベルダとしてベアメタルサーバーも管理していて、それが30,000台で、そのこのバーチャルマシンをホストしているハイパーバイザーが4,000台で、基本的には日本でも最大級規模、多分日本で1番か2番ぐらいの規模になっていますし、一つのクラスターで面倒を見ているっていう意味では多分日本でも最大規模なのかなっていうふうに考えています。で、次にそのベルダのサービスとしてどういうものがあるかっていうと、我々やはりそのクラウドを提供するにあたって、どこと比較されるかっていうとやはりパブリッククラウドと比較されます。なので、基本的にはパブリッククラウド提供しているもので、どうしてもその LINE のデベロッパーが必要、サービス上必要というものであれば、我々プライベートクラウドでも、提供しているので、もうかなりのサービスが、このベルダの中で提供されています。はい。で、じゃあどういうその、テクニックを使って提供しているかといえば、先にそうです。チームの説明で、ベルダのチームっていうのはいくつかのチームに分かれていてですね、で先ほど私紹介しましたが、私はネットワーク開発チーム、上から3番目のネットデブって書いてあるチームのマネージャーをしています。で、ネットワーク開発チームでは何を提供しているかっていうと、Elbursサービスであったりとか、DNS アザーサービス、あとは、他にも NAT アザーサービスや、いろんなその、ネットワークに関する開発運用をしているチームになります。で、他のチームでは例えばですけど、EARSプラットフォームを、開発運用提供しているプラットフォーム I チームで、Kubernetes の、カースを提供している、K チームで、あとは、ストレージを提供しているクラウドストレージチームであったりとか、あとはベルダ全体の、SRE を担当しているベルダリライアビティエンジニアリングチームであったりとか、そのベルダの中でもかなり、チームが、たくさんあってですね、で、全部合わせればだいたい60人以上のエンジニアの中で、ベルダっていうのは作られています。はい。で、こちらがその、技術コンポーネントで、基本的には EARS 部分っていうものは、オープンソースの EARS であるオープンスタックを利用しています。で、それプラスアルファ、ストレージの部分は、CEFを使っていて、で、オリジナルの部分としては、ベアメタルとかロードバランサーとか NAT は、我々、独自で作っています。で、その上に乗っかっているそのマネージドサービスで言えば、例えば Kubernetes とか、あとは DB 系のサービスであったりとか、そういったものも、ベルダとして提供していますし、さらにその上のパースレイヤーですね、ファンクションアザーサービスとか、あとは CI/CD
を含めた、まあパースを提供する、まあ、パイプというプロジェクトも、我々独自に開発して、提供しています。はい。で、じゃあさらに細かく、どういうふうな、技術スタックを我々使っているのかっていうところですけど、まあ、正直たくさん使いすぎていて、まあ、ここに並べきれないです。でここで、主に挙げているのは、我々ネットワーク8チームが主に使っている技術スタックを挙げていて、他のチームではもっと多くの、技術スタックを使っています。まあ、その中で、まあ、例えばですけど、我々ロードバランサーで言えば、Linux の XDP、まあ、eBPF、XDP と言われる機能を使っているので、まあ、かなり Linux のネットワークスタックを見ることもあれば、まあ、上のレイヤーで、まあ、オープンスタックとか、さらにその上のレイヤーの Kubernetes であったりとかを、使っている場合もありますし、あとは、まあ、デプロイとか CI/CD とかで、まあ、Argo とか、まあ、Jenkins とかを使っていますし、まあ、監視で、Prometheus とか Grafana とかを、使ってたりもします。まあ、これらには書ききれないほどのものを、使って我々、プライベートクラウドっていうものを提供しています。でですね、ここで一つ、じゃあなんでプライベートクラウドを使ってんの、パブリッククラウド使えばいいじゃんっていうふうな、意見があるかと思いますが、ここで、まあ説明したいのは、その、まあ、一番この、スライドの、左側が、まあ、LINE ユーザーですと。で、LINE のユーザーが、その LINE のサービス、まあ、いわゆるメッセージングサービスであったりとか、まあ、いろんなサービスを受けてるんですけど、でそれを開発するアプリケーションデベロッパーっていうのが、まあ、LINE の中にいます。でアプリケーションデベロッパーが、我々そのベルダの上で開発したりとか、まあ、サービスを提供してるんですが、ここでポイントっていうのは、我々とそのベルダのデベロッパーとアプリケーションデベロッパーっていうのは、まあ、同じ社内なので、まあ、密にコミュニケーションができます。なの で我々はそのアプリケーションデベロッパーのリクエアメントを受けて、ニューフューチャーを、まあ、例えばパブリッククラウドよりも早いスピードで開発して提供することができます。なので、LINE、アプリケーションデベロッパーは LINE ユーザーのリクエストを受けて、で、ベルダのデベロッパーはアプリケーションデベロッパーのリクエアメントを受けて、まあ、開発にフォーカスするっていうことができる。まあ、これが、まあ、プライベートクラウドの我々の強みなのかなっていうふうに考えています。はい。で、プライベートクラウドの全体的な話は、以上で、じゃあ今、どういうプロジェクトが進行しているのかを軽くご説明します。で一番上のラージスケールイシューというものが、我々の今の、ハイパーバイザーの規模感は、すでに、今利用しているオープンスタックの、想定している規模感をはるかに超えていてですね、いろんな問題が起きていますと。もうすでにそのオープンスタックのコミュニティとも、連携して、やっているのですが、それでも、賄いきれないので、このスケール問題を解決するためにいろんな策を打ってですね、そのプロジェクトを、進めています。あとは、今、全ての、LINE のサービスが、ベルダを使えているわけではないですと、まあ、特別なサービスがいくつかあってですね、でそういったサービス向けにもそのベルダを使ってもらえるように、サポートを、するようなプロジェクトを今進めています。はい。私からは、説明以上になります。